回は人相占いです。目というのは顔の中で一番目立つ部位で表情を作るキーポイントです。目は口ほどに物を言うという言葉がある通り、人相学においては目には運気の強さや性格というものが現れます。身の回りの人の人相、そして性格について照らし合わせてみませんか。まずは自分の目の形をチェックしていきましょう。左右の目の大きさや形は誰でも多少は違うものですが、とりわけ大小があるのは視有眼といって注目されています。この目の男性は才気がある野心家であって、世渡り上手で上手にお金を儲けることができる人です。女性は勝ち気で、人の気を見るのが早く、相手を喜ばせるコツを心得ています。とりわけ異性の心を動かすのが上手ですが、初婚が長続きしないことが多いようです。大きな目には人を威圧するような目とそうでない目があります。人を威圧するようなギョロッとした目の人は信念が強く、困難に立ち向かう男性的な気根を備えており、政治や事業などで成功を収めることができます。威圧するような感じのしない大きな目は鋭い感覚と情熱の持ち主です。恋愛にかけては異性から惚れられることが多いのですが、男女とも熱しやすく冷めやすい性格です。表現力も豊かではありますが、その反面好き嫌いがはっきりしすぎる欠点もあります。小さな目の持ち主は若い時代に苦労することが多く、地味ではありますが粘り強い努力家なので、中年から晩年にかけて運が開けてきます。女性は低層観念が発達しており、家庭に入ると良妻賢母となって内助の功を発揮します。目尻の切れが長くて筋が一本だけ平らに刻まれてあるのは、男女とも夫婦生活が円満に行く理想的なそうです。女性はしっかり者でありながら優しく、夫運が良くて愛情にも金銭にも恵まれた生活を送ることができます。男性は統率力と人望があって、仕事に成功するばかりでなく、家庭では女房運が良く和やかな生活に恵まれます。一重まぶたの人は冷静な人であり、感情に軽々しく動かされません。物事をよく考え、一旦決心すると障害があっても乗り越えて進んでいきます。恋愛にしてもなかなか燃えない傾向にありますが、一旦燃え上がると誰が何と言っても聞きません。二重まぶたの人は性格が明るく情熱的ですが、感情の動きが激しく、熱しやすく冷めやすい傾向があります。恋愛や結婚の場合は一時の感情に動かされず、よく考えることが大切です。
目と目の感覚の広い人は性格がのんびりおっとりしていて、人から好意を持たれ目上の引き立てを受けます。反面、自分の考えがしっかりしていないため人の影響を受けやすく、相手が悪いと不運に巻き込まれることもあります。目と目の感覚の狭い人は目先が利く人間です。大きな度胸はありませんが、状況の変化を素早く捉え器用に立ち回って成功します。しかし対極的見地からの判断は不得意で、器用貧乏に終わる恐れもあります。女性で両目の感覚の狭い人は相手の心を見抜くのも早いですし、口先もうまいですが嫉妬深いのが欠点です。一般的に茶色の目の人は大胆で開放的です。考え方や行動の面でも黒目の人より進歩的で独創的です。また色彩感覚の点でも茶色の目の人は非常に優れており、色を扱う職業、画家、美術印刷、染色業者、デザイナーなどで成功することができます。茶色の目でも伏せ目がちで、しかも眼光の鋭い人の中には平気で人を裏切る人がいるので注意しましょう。目と眉の間の部分が広く、肉付きの良い人は財産運に恵まれます。性格もおおらかで人と親しみやすく、周囲の人から好意を持たれます。女性でここの広い人は一度愛情を捧げた相手には一生変わらぬ愛情を抱きます。目と眉の感覚が広くても肉が薄く力がない人はのんびりしすぎていて他人に食われる恐れがあります。目と眉の部分が狭く肉付きの薄い人は親からの財産を相続することが少なく、自分で自分の運命を切り開いていかなければならないでしょう。性格的にも気が早く、どちらかといえば進歩派、改革派で、生ぬるい湯に浸かっているような生き方には我慢できない方です。この層の人は晩成型であり、人気が出て運が開けるのに長い年月を要します。いかがでしたか？自分の性格と当てはまっているところはあったでしょうか？目元はその人の印象や雰囲気を左右するポイントの一つです。対人関係にも影響を与えますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。